はい、これズボンなんですけど、私この結構オマド好きで昔から着てるんですけど、ジルサンダーさんを買いに行った時にいつも買うのためらっちゃう理由って、まあなんか仕事用とかでジルサンダーさんのは買ったことあるんですけど、シャツとかズボンとか、あのうん、それは買ったんですけど、それ結構作業みたいな感じっていうか、作業でもないな、なんかその呼び込みとかそういうのの時にスーツみたいなので黒パンツ着てくださいみたいな、黒とか紺着てくださいみたいな時にジルさんの買ったんですけど、それとかユニクロの買えとかねで買ったんですけど、それぐらいだったら我慢するんです。ユーとかもこの間行ったのガッサガサで、ちょっと買うの結局ね990円まで下がってても、とか言って試着したけど買わなかったんですよ。で、なんでそういう風になっちゃうかの理由をお知らせします。触り心地が違うからです。で、値段もこっちの方が2倍3倍ぐらいします。ジルサンダーさんの2倍ぐらいはします。ユーとかの3倍ぐらいはします。まあ、中間がないよっていうのはこの中間のここですね。これが普通の百貨店レベルとか、まあ普通にいいもの、触り心地が違う。あのジルサンダーさんとかで触り心地いいよとか、お洋服でなんかすごい柔らかくて全然物見てない人たちですまあ大衆向けのその買えない人たちには相手にしてるからかもしれません。ブランドバッグと全然釣り合わないので、少なくともこれでも釣り合わないんですけど、やっぱりバーバリーのなんか物とかつけてたりとか、エルメスとか行くときにまあしてないとお客さん、あ、やっぱりこの人なんていうの、成り上がりだなっていうふうに店員さんは見てます。多分見ると思います。普通です。あのブランドのショップに行ったときに、あのそういうこういうランクとか最低着てないと、あ、成り上がりさんっていうふうに見てると思う。結構あれは言わないと思いますけどね。あのでなんだ、あの出しバーキン出してもらえるかなっていう時に出してもらえる人っていうのは、まあ少なくともこういうの着てるとか、まあまあそれは見てると思いますよ。あの服のレベルとかだって、ああいうお店に立ってると自分は着るとか着ないじゃなくて、着てる人たちいっぱい見るからわかるんですよね。そうするとまあこういうなんていうの、国産みたいなブランドとか、まあ、最低、ユニクロじゃないセオリーとかは着てないとダメだ。リュックスですね、まあ、最低。そういう感じのとか着てないと、まあ、基本的にお出しとかって、なんかこの人、何の、どういうとこからお金出してるのかなとか見られます。まあ、でも、すごい頑張って、どうしても欲しくて毎日通ってんだなっていうんだったら全然いいと思うんですけど、そうじゃないと、まあ、譲ってもらえないんじゃないのかなって。個人的には思います。あのそういうところに行ったとか行かないじゃなくて、業界的にそういうものだからです。あのお客さん商売をしてるとよくわかります。あのなんていうの、譲ってもらえるもらえない、あ、例えばこういう漆器とかもそうです。あの職人さん、サイトでは全部売り切れになってるけど頼むと出てきたりとか、展示会にはあるのにないよって言われるとか、そういうのと全く一緒の構図。店員さんはそういう風に教育されてるし、そういうところの人はそうなってます。でカシミヤ入ってるんですけど、カシミヤとかもやっぱランクがあるので数字では見られません。あのこのパーセンテージってまあ割合の勉強でそういう風にもう納得したいっていうのはあるんですけど、質が違えば違うんです。なのでそういうのが分かんないと上のグループに行かないんですよ。食べ物とかそういうのも器とかも全部そうなので、これ和風のやつだけやってるんですけど、洋風の器、それから食堂とかに行った時もそういうのも全部分かんないといけないので、そうなんですよ。そういうの分かんないと食堂に逆に何ていうの、そういうのを成り上がりで行ってて、で分かんないっていうのがあると恥ずかしいので、逆にそれ成り上がりじゃないです、自分はこういう普通のは普通にしてますって言ってる方が逆にやっぱランク高くお客さんは見られてると思います。それ分かんないっていうのがあるだけで、上のカバンとか買っちゃうといきなりそういう風に見られるから全部中身開けられるんですよね。でね、会社とかやってる人とかもいろんなのがあって、きちんとしてるとこから上がった人たちって不正とかしないんですよね。成り上がりたい人不正しますよねっていうのとまあ似てると思うんですけど、はい。で結構そういうのを教えてもらうの分かんなかったっていう人たちの論理ではもう物って通じないので、基本的にはそれは別にあのそこまで自分は起業とかしてないよとかもそうだし、こういうの分かんないよって言っても、まあ、そういうのはちゃんと知ってないといけないということだと思います。でこれは何万円 ?2、3万クリーニングに合わせてるけど、タグがめちゃくちゃ綺麗なのでほとんど履いてないですね。
これちょっと低身長さんにも多分1だし、あのこのブランドってトールサイズなんですよ。で海外にも向けてもるっていうことも多分想定されてるから。だけどこれ短めでここ足ピョンって出すやつなのですごいおしゃれですね。で古くならないんですよ。ファストファッションは古くなります。古くなってるっていうか、あのそのトレンドを意識してやるから、あの形がこうで質がそんなにいいものとか使ってないのでもの多いので、そういうのはどん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 変わっていきます。でこういうのって変わらないので、5年前のとか入っても何にも恥ずかしくないです。ちょっと流行が違うとか全然大丈夫です。ということでスーツのズボン、これだったらまあお仕事とかに履いていけるかなって。私そのために多分買ったんだろうけど、結局履かなかったんだろうね。で置いといたらなんかこうクリーニングの中にこう混ざって出したんだと思うんですけど、うんうん、そういう感じでこういうのとかをまあいっぱい持ってて、そういうのを見てないと、まあ、基本的に、なんていうんだろうね、ダサいです。あのそのインフルエンサーさんとかで別に否定するわけじゃないですけど、ファストファッションでバーってやってるのって見てる側は、こういうのを買ってる側は見てません。絶対見てないです。見てないと思います。あのそう見てないグループの、働いてるグループは見てないと思います。だから階層は分かれてると思ってます。ということでこれはまあなんか、恥ずかしくないんですよね。そういうやつと合わせた、まあ、一応まあ、百貨店に行くと安い方に入るから、そんなでセールもするし、なんであれなんですけど、学生時代とかから結構あのこれ多分リクルートのスーツとかにも入ってるかもしれない。ただちょっと広いんでリクルートで履くとちょっと良くないと思うんで、普通にお仕事するときにこれっていう感じですかね。でだから今回のセレモニーとかの時にかっこいいよ、働いてるお母さんとかだったらこれ履いてもいいんじゃないですかね。ということで、多分履く機会がないというか、若い人のブランドなのでちょっと着ないから出そうかなと思ってます。買うとね、多分古着屋とか東京とかだったら数千、5000円とか、まあ、するんじゃないですかね。多分ないよこんなにいいやつ、ほとんど落ちてない、安いボロボロになったやつばっかり。でもこっちのヴィンテージじゃないけど、こっちの方があのファストファッションを買うより長持ちするしいいんだけど、分かんないはやっぱ新しいの買っちゃっていっぱい貯めていっぱい積むんですよね。